はい、はいはい、今日はどこやと思う、これビッグバンジム行くの、大阪の生野区の辰巳かな、駅地下も30秒で、まあいつもあの翔太より昔一緒にパーソナルしてた筋肉獣とミスターゴールド金ちゃんのジムになるのかな。ちょっと今日はプレオープンということで、ちょっとプレオープンのイベントにはちょっと俺行けへんかったから、ちょっと夜遅くに申し訳ないけど来させてもらって、ちょっと今から声トレーニングしようかなと思って、ちょっとマシンが大阪にはないらしいんで、それ使ってちょっと今から入っていこうかな。靴ちょっとここで履きたいなあかんから気ぃつけなあかん。はい。ああ、ここにもうおるから大阪の代表が、はい、こんにちは。みんな知ってると思うけど、いやいや、有名人。いや、やめてください。ん？直樹さんのチャンネル出ることによって、有名になる。ああ、ありがとうございます。なんかこのうさんくさい2人が、はい、変なコンサルやってそうですね。そう、変なコンサルの2人が、代表やな、ジムの。そうです。はい、ここは、ビッグバンジム。ビッグバンジムです。はい、まあ、なんか、一回、カンスケとコラボしたときに、ちらっと喋ったから、そうですね。なんか、改めて今、こう来て、はい、すごい、なんか説明みたいなのちょっとしてもらって。はい、何からいきましょう。何からいきます？何がいいや。このジムのコンセプトは、コンセプト、まあ、ちょっとコリアンテイストを入れた感じで、こう生野区っていうのは、そうですね、まあ、めちゃくちゃとても在日韓国人が多い、朝鮮人部落っていう、まあ、ちょっと一つ、めちゃくちゃ村、めちゃくちゃ言うな、うん、まあ、そんな感じで、村みたいな感じなんで、で、はい、僕ら、はい、そう、生野区出身で、少しでもこの生野区に韓国テイストのあるジムを作りたいっていう感じで、今、ライト白なんですけど、これがちょっとネオンとかに。紫とかいろんな色に変わったりするんで、じゃあ流れる音楽も韓国なの？そうですね、それをちょっとメインにやっていきながら、まあミックスで流していくんですけど、まあまあそういうちょっと K-POP テイストの BTS ダイナマイト、ダイナマイト流しちゃいましょう。 OK です。じゃあ今日はまあ YouTube 撮った時は無音やから、普段は多分ビッグバンか、そうですね、ビッグバンじゃない BTS じゃなくて、よく考えたらほんまですね。そうやな、まあ、ビッグバンとか、まあ、けど BTS の声なんで BTS ジムにします。そうします、はい、そうします。まあそんな感じの変えてもらいましょう。今日ビッグバンであのビッグバンから撮ってないもんな。全く関係ないです。はい、うん、なんかそっち系でけど、まあ、意味的にはまあそうですよね。そういうことです。はい、撮ったわけではないですけど意味的には一緒です。まあ大爆発、そうです、うちの大爆発。はい、まあちょっと今日こう使わせてもらって、マシンがちょっとそのないっすよね、まず大阪には。関西がないんかな。あ、関西初ですね、鈴木社長ですね、ファインラボの鈴木社長がもう、うんうん、ボディビルで勝つためだけに作った専用機になってます。やばい。はい、ってことはもうかなり入ると。もう入りますね、めちゃくちゃ入るっすね。ちょっとその普段僕多分そのマシンってあんま強いひんから、はい、普段フリーばっかりやから、はい、まあぜひとも使ってみたい。はい、はい、もううちは入ると。はい、もううちは入る。じゃあちょっとトレーニングさせてもらいます。今日は、はい、今日は全身トレーニングかな、俺はちょっと。全身行きますか。うん、全身でちょっと、ね、全部触ってみていくような感じで、はい、これを自分なりの感想で、はい、これでちょっといきます。あ、でも、はい、行きます。とりあえず、なんかこれすごいな、何これ。それはショルダープレス専用のシートです。肩甲骨、首出るんで。赤ちゃん専用とかじゃない。赤ちゃん、そういうことね。はいはいはい、首痛めないんですよ。そういうことか。後頭部で踏ん張らないんで。はい、ダンベルも円錐や。ダンベルも円錐です。すごいな。で、何しようかな、今日のやつ。これも円錐だ。円錐です。あとフリップつけてるわけじゃない。まあ、ちょっと太いね。はい、握り込むないよ。サイドレイとかするから。ああ、そういうことね。ああ。いきます。大丈夫です。ここはライトない感じなの。あと今から進めそう。オープンが7月5日です。じゃあまあ動画撮影ぐらいでは。はい、そうですね。まあある程度ちょっとマシン見て回ろうか、普通に。はい、なあ、ちょっとせっかくやし紹介になると思う。何キロまでダンベルあるの？60ですね、とりあえず。うわ、120。何やこれ。あ、これがついてないの。あ、これがマシンです。フライ、はい。これがチェストプレーです。胸やろ、今日じゃあ。胸やりますか。胸やろ、ね、すごい。デクライン気味からいきましょうか。デクライン、そんな変えられんの？変えます。これデクライン、クライン全部できる。すごい。多分僕の胸は弱いから、デクラインの方がいいって結構言われるんで。これもデクラインになった。これデクラインです。ゲストやらしてもらいます。はい。あ、そういうことか。硬
肩に負担になって勝手に収縮がかかるんで、これやばいわ。普通のチェストプレスってこっちに抜けるじゃないですか、肩入るんですよ。それ下でメキメキメキ入っていくんで抜けない。何これ、これちょっとつけたら、つけよう、しましょう。え、何これ、どこですか、ここを囲ます。プレートも、プレートも円錐は、プレートも円錐です。これ特殊な鉄使ってるんで。何これ、ちっちゃいんですよ、プレートは。のちっちゃいのに20キロ。そうです、デッドとかティーバーローにめっちゃいいんですよ、可動域が。ああ、そういうことね、はい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 、はい、あ、それは分かるわ。そう、要はあのこうバチンって当たる前に負荷が抜けへん。そういうことか。けどパッと見軽く見えるよね、知らん人から。ね、そうですよね、ちっちゃいんでね。おお、で肘もうちょい下にこう畳むように入れてもらえれば、下からえぐれるとギューって。うわ、これすごい。いいかな、これ。一回ちょっとつけて、普通に貸し取りしよう、普通に。はい、ね、なんかその、マシン自体はかなりオールドな感じの、海外に置いてそうな。そうですね。なんかすごいシンプルな作りに見えるけど。シンプルイズベストですよ。なあ、はい、すごいシンプルな作りやけど、ものが。これはやばいな、ちょっと。これインクラインにもフラットにもなる。なります。なあ、すごいねこれ。もうちょっとつけてみよう。どんどん押してる。でかなっていくわ。ちっちゃいんで。どうですか、ナオさん。めっちゃ。うん。いいね。コンディション。マシンはめっちゃやばい、これほんまに。てかもうなんか痛いもん、もう。なんかもう痛いですよね。なんかストレッチがあんま感じてないのに、めちゃくちゃ。なのこれ、ストレッチはね、あっちのマシンでやってほしいんですよ。な、収縮がこれすごい。中道域から収縮入れてくる。てかこれも多分、まあ、1種目目っていうか、もうなんか2種目ダンベルフライした後にこれしたら多分やばそうやん、ね、やばいですよ、釣りますよ、釣りそうやん、ね、バチーン釣ります、ストレッチ目した後、はい、けどこれほんまにすごいわ。なんかシートも座りやすいし、なんかちょっと細いし、このですよね。そう、はい、すごい円錐。これ何ぼするんですか、値段は。これですか、これはあのこのタイプのマシンが中古まで30万ぐらいですか。これ30万、はい、めちゃくちゃいいこれ。パーサージも置くこれだけ置くんですか一瞬で終わるな。いいですね。で足閉じてみてください。乾電池から行くよ、さあ、で、音景肘締めるようなイメージ。外からのこの、はい、内側にこうスライドしていく収縮のギュすごいわ、もうパンパンや。アドバンセットだけあります。4枚いきます、4枚ちょっといってみて。なんかこれも普通にこんなんあったらフリーせえへんくなりそうやな。そうなんですよ、フリーしえへんくなるんですよ。なあ、しえへんとか言うもんだ。なあ、そうなんですよ、フリーの軌道をマシンでできるんで。うん、これさ、これさ逆にさ、はい、これすごい逆にさ、はい、パーサルとするときめっちゃ楽じゃない。めっちゃ楽です、聞いてくれます。うん、はい、すごいわこれ。これ一回触っちゃうと、よそのジム行って無理やね。あのチストプレスやりたいなっていう。なるな、これは。それを埼玉行って感じますよね。そう、ファインラボ行きたいわ。そう、あ、ファインラボは全部これなんや。ファインラボ全部これっす、鈴木社長が考えた。へえ、だから全部日本人の骨格に調整されたマシンなんで。へえ、効かないわけがないんですよ。てか僕とかも身長170ないぐらいやから、はいはいはい、ちょうどなんですよ、ジャストフィットや。フルオーダーメイドですよ。すごいね。こう来たらとりあえず体でかなるわ、はい、でかなるっていうか、そんなにクオリティの高い体じゃないですか、ね、そうです、普通に怪我せんし、もう対肉体改造用マシンなんで。うん、これは逆にその上級者向けと思うかもしれないけど、多分素人こそ来た方が。あ、絶対そうっすよ。だって入るも覚えれるから。そう、勝手に入るから。はい、重いね、ちょっと。いや、頑張ります。絶対行きます。中道域乗る。膝閉じて、
くわ。へえ、いい感じ。もう多分これ一発目で収縮の種目になるの。これ収縮だけどプレスこっからやもんね。なんかそうです、ストレッチ乗せないんですよね、この軌道じゃないんで。へえ、これを逆に種目に持ってきても別に悪くない。全く問題ないです。これでヘビーなの使ってバーゴン刺激を送ってもらったらいいかなと思います。はいはい、次隣のペックフライなんですけども、やばい、これはマジで釣ります。そうやばいですよ。取りづらいね。取れる、大丈夫です。で、すごいね。これ、あれなんですよ。これはどうやってやるの？普通のペックフライって、ここの位置もっと広いんですよ。ああ、はい。で、ここが長いんですよ。はい。はい、なんでなん？ああ、焦点も長いもん。そうです。で、こっからここが長いんですよ。でも、これは短いんですよ。はいはい。上腕骨ぐらいの長さしかないんで、こっちで調整するようになってるんですよ。ここで。そうです。なんで肩関節に負担がなくストレッチでバチーン乗るんで。でもうちょっと収縮もしていただいて、はいはい、まずここで意識作ります。はい、でこれ広がっちゃうと負荷抜けちゃうんで、はいはい、膝閉じていただいて。膝閉じた方がいいよ。はい。で肩甲骨下げて、これで肘曲げながらフルストレッチ。ガチーンいきます。これこんだけ乗っても肩全く痛くないんで。このまま前に行く。前に行くやん。バチーン。バチーン乗ります。最強収縮。最強収縮。と最強ストレッチ。ちょっと軽すぎます。マシンが滑ってないから、ソリッド感がすごい。ここで収縮一回作ってください。こんな動きなんか難しい動きなのこれ。前に肩甲骨下げて胸を回ります。はい、はい、ます。で肘曲げながらストレッチ。そうです。こういうことすごいな。そう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 。これつるわ。で前にバチ、前にバチ。うわこれつる。ぎゅう。するわ。うわ、これすごいな。うわ、これはすごい動きやわ。でしょ。もう何これ。これはすごい動きやわ。なんかフレキやね結構。はい。こんな動くんやここ。そうです。ずっとここ固まってんもんな。そうです。ダンベルぐらい。そう。だから理想の軌道ですね。すごいなこれ。逆なんですかね。すごいなこれ。キックボクサー。ちょっと先。あ、すいません。失礼します。まだしたまだ。まだ来ます。じゃあ、失礼します。これやばい。新しい器具ってテンション上がりますよね。テンション上がんな、はい、新しいマシンで使ったことないのすごいねこれ、うん、これは24時間ジムはい、これ普通に来たいですね。うん、来たいの、うん、いいと思うんですよ。でこれのライトは普通にちょっとパリピみたいな椅子なもんな、さっきさっきちょっと色とか変えたらはい、気分変えて、うん、きっつこれけど、聞く聞く、
これはね、うん、すごいいいわ。そのなんか、あの動きが違うわ。うん、なんか、青橋くんもこの自然にこう、はい、なんかこの、普通のペックライで結構固定されてるから、なんかこんな感じだけど、これなんかもうこの動きにこうグッとなんか自分が思ってる方に動いてくれる、結構なんか入りやすい。なんかストレッチがこれすごい、なんか 思ったよりこうグッて戻るとき来るから、なんならこの動き、あとこのグリップ全部握りやすい。他の布のマシンはあるのかな。あります。嘘、まだあんねや。チェストプレスです。あっちのチェストプレスって、さっきナムさん言ったようにストレッチ甘いじゃないですか。中道域から収縮位の動きなんで、レバレッジなんで、ここにネジ、軸があって、こう上がるじゃないですか。こう下がってくるでしょ。今度はネジ、軸が下にあるんですよ。なんで、下からこうして、こう下がってくるんですよ。次のマシンでストレッチがかけれるんで。これ。T シャツ入れたりさ、ああ、そういうのね。倉庫です。トイレがあって、シャワーがで、ポケットもあって、こうですね。で、人差し指をしっかりバーシェイクつけてもらって、骨盤しっかり足として持っていて、で、フルストッチ。ここまで行って、これ頭全く痛くないんですよ。痛くない、全く痛くないんですよ。下やから、下やから。上がりようがないんで、これで肩甲骨上げる方がむずいんですよ。この軌道で下がってくるんで、すごい、ね、下がってきて、足踏ん張って、蹴って、シートで背中押すイメージで、はいはい、バチッ、すごいな。もうボタンちぎれそうなぐらいストレッチかかってるんで、はい、バチッ、服と中のスーツがちぎれそう、バチッ伸びてるんで、すごいな、これ。下に、ちょっと待ってください。使ったことないマシンだから。楽しいね、これ。そうですね。反応して、一回収縮に持っていって、筋肉をして、そして肘締めていく。そう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 。これ抜けないんですよ。これはやばいわ。このフルストレッチなのに肩入らんと、もうここしか乗らないんですよ。うわ、これは。もう思いっきり下げてみてください。そう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 。ぶち切れます。何これ。これはすごいわ。肩全然痛くない。ほんまに。プレスやのにフライのストレッチぐらい乗せれるんで。ほんまにこれやばい。何これ。ちょっとね。アスさんも蹴ってもらって腕離して。ほんまに。これね、何やろう。普通こうプレスでこういう、まあ、変な言い方してハンマーのエニタイムとかのマシンやったらこうなるから。そう、肩甲骨がこう上がるから、なんかクーになるから、だんだんこの下げられへんなってくるけど、これ一生下げたままで、パーンって。上がりようがない。うん。これ。軌道上。ここのストレッチが、俺のダンベルフライよりもストレッチする。いや、ほんまそうなんですよ。いや、変な話。ほんまにそうなんですよ。ほんまにそう言ったら怒られますけど、ほんまにそうなんですよ。フライの、だってフライのストレッチって大体こうやん。こうじゃないやん。なんかけど、この畳んだままこうやってむずい。ほんましたいよ、こういう風にストレッチ。無理やん、ダンベルでも上がらへんし、はい、それが押せるわ、これ結構。あ、これはちょっとすごいわ。胸のお悩みの方、こう来たら、いや、ほんまに全身お悩みの方全然大丈夫です。なあ、全身全部こういうマシンなんや。いや、そうです、背中も全部細かく全部作ってある、ね、すごいな。ブラジーって道しかもこれストックマシンやからドロップとかやばさな、これドロップやばいっすよ、バチ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 、ね、これとね、ペックぐらいスーパーセットやるぶち切れるっすよ。ぶち切れるな。これはすごいわ。やばい。しかもこれ軽いけど結構パンパンになるから。乗るでしょ。やばい。金これが金で受けるってやつ。やばいねこれ。これやってさっきのフライして最後のあの中道域をバーンのやつやったら胸飛ぶと思うんですよ。胸飛びますよ。なあ。どうする。これはすごいわ。だからその。なんかもうほんまにその胸の筋線に全部ストレッチかかって収縮するから、ほんまにこれすごい使いやすい。しかもグリップが細いから、やっぱり全部しやすいですよ。
なあ。でその細かいところで言ったら、いろんなやつ触ったらなんか全部持つとこなんかめっちゃいいねん。その、うん、女の人でも多分これ持てるやつ。結構こう届かんやつとか女の人あるからさ。エクステンションとかね。なあ。で届かんとかあるんですけど。そう、さっきエクステンションちょっと触ってんけど、エクステンションちょっと見る？普通に。はい、これはショルダー。これショルダー。全部触れてるな。これまたいじってください。あとでしょ。このショルダーエグ。これは翔一君の名刺が置いてあります。ちなみに僕のは発注ミスで僕の家に金翔一の名刺が届きました。これから金翔一として生きていこうと思います。これね、まずね、最初に字がねおかしいぐらいもうストレッチかかるから、もう乗ってますよね。うん、なんかそのこうもう乗ってね、これもうこれ何これ、うん、ストレッチやばいよこれ。すごいな。うわ、これやばいわ。もっと上まで上がるんで、ほんまに。もっと上がんの。もうここまで上がります。バーチー、そうそうそう。やばい。バーチー、上乗るんで。ちや、これはやばいわ。なにこれ、何度まで上がんのこれ。うわ、これね、あ、これ。バリ上がってくるでしょ。うん、これ、このエクステンション、まあ、俺的に表現したら、あの、要は、もう思いっきり上まで蹴ってくださいっていう状態で、蹴っても、まあ、ここまで蹴ったらあかんけど、ある程度その、ガーンって蹴っても乗る。ここでだからこれ、なんやろ、ボディービルからなんかスポーツモデルとかの足作れるんちゃう、ここまで。ほんま、ほんまここまで出るから、ここまでこう、パーンってなるっす。そうね、これちょっとこう、ここまで数値かけたらさらに、はい、乗りますね、ここから。収縮からです。スーパーカードいきますわ。やばいわ、これ。これはちょっと足やばくないですよね。で、これここ見て、ここ、俺ここ好きやん、ね。この、普通なんかこういうなんで。うん、こうなってんのが、これちょっと上向いてて、俺そんなあの背高くないけど届くから、多分身長150の子でも多分届くと思うから、女の子って結構声届かんくて、なんかこうなって、あ、そうそうそう、こうやって腰もなんか全部浮いて、そうそうそう、それないな、これはないです。そんなことは許さないです。許すよ、鈴木はそんな許さない、許さないです。これもすごいわ。ちょっと他にもどのちょっとマシン触ろう。あつ、胸が結構、胸これくるな、ほんまに。なんか張ってるわ、めちゃくちゃ。これは、これ背中です。ローですか？これローです。あの、説明してもらおう、先生に。先生です。ローなんですけど、はいはい、一応椅子は置いてありますけども、はい、あんま座らないです。スタンディングの方がいい。ほぼスタンディングの方がいいです。で、一番この下の方持っていただいて、で、作り方なんですけど、はい、作り方とか言っちゃってますけど、はいはい、一回後ろまで引いてもらって、はいはい、引っ掛けます、これで背中に。背中に引っ掛かったと思ったら、これもゆっくり倒れていきます。ほんなら、このパッドが理想のアーチの状態キープされてるんで、はいはい、このまま倒れていって、ここで絶対止まります。はい、ここからベビー、すごいな、これはベビー。今これチューハイとか全部バチバチに入ってる感じですか？クリスマスツリーとかですね。あー、ここや、すごいね。ベジーボケ、上持ったら上背にこう、あ、そうですね、はい、で、こっちであの逆ハンジグリップで握ってもらうと、はい、僧帽筋チューブかぶとか、え、そこまで入るんや、全部入る、すごいな。もう一本、これ一本です。で、これもさっきのチェストプレスと一緒で、可動域というか軌道が下なんで、で、一回後ろまで引いてもらっていいですか。痛っ。で、倒れて、はい、ここで思いっきりここ相手に収縮入れてみてください、はいはい、そうです。で、そのまま前行って、で、肩下げます。で、伸ばして、そっからすっきゅう。うわ、これつるわ。つるでしょ。やばいでしょ、1レップでつるって言ったでしょ、うん、1レップでつるんですよ。これはね、うん、ちょうどこの何やろ、赤十字付近のここかね、ここがクリスマスツリーのところですか。もうめっちゃ収縮がすごかったですよ。ベチ、はい、これは多分プラス関助のパーソナルがあったら余計ベチってなると思うから、使い方見せたら多分普通にこうそうです、そうです。で、座って抜いちゃうでしょ。こう、こう一回引っ張って引っ掛けて、ここに集めるんですよ、集めるんですよ、集めて戻していって、乗ったままでこっからバシッ。ちょっとほんまにするこれ、ほんまにするわ。これはちょっとやばいマシンや。しかもこのまたここよ。そうなんですよ、これもうスパーンじゃないんですよ、細くてこのラインなんで。ほら、ここしかないから、こうなったらほらやばいよ。これは多分ほんまに背中もいいね。背中もいいです。
まだ半分しか入ってない、半分以下しか入ってないんで、これはまだまだ増えるのマシン、まだまだ背中のマシン6台入るんで、こんな無敵のマシンが6台入るんで、胸もあと2台入るんで、あれプラスどこにあるこの辺ってことかな。あ、そうですね、はい、であと10インワンって言って、このマシンが全部連結したガッチャンコンみたいなあるんですけど、その子たちが入ってくるんで、いつそれは入るの？もうちょっと10月11月ぐらいにやっちゃいますけど、ちょっとコロナの関係で、はい、これちょっとじゃあ気になるから、はい、ショルダープレスやってみてください。でもパラレルで持つのがおすすめなんで、こっちなんで、はい、でこれ狭いんですよ、新型のやつはあれこれ同じ蹴るやつついてるんで上がってくれるんですけど、もう金のように上げてもらって、で肩甲骨つけてワクチンのスティッチ、そうです、これでストッチ、これ前やったアーノルドプレスあったじゃないですか、はい、動画でアーノルドプレスと同じ軌道のマシンなんですよ。あ、だからフルストレッチです、フロントデルタの。おー、すごいな。これあんまりこう前傾しない方がいいんだ。あ、そうですね、でいかに肘を畳めるかですね。もうそうです、このまま上に打ち込んでいくって感じです。そうです、もっとストレッチいけるんで、そうです、グワ肘回転させてアーノルドプレスを思い出します。ストレッチ、ああ、そういうことです。肘もっともっとこっちまで。そう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 。バーチェーンのして、これストレッチバーチェーンのして、面白いです。すごいわこれ。そうです。肘締めながらプレス。ああ、いいですね。うわ、これはすごいわ。なんやろ。なんでこんな入んやろ。なんか全部入るな結構。面白いでしょ。逆に普通にこう持っても入るのかね。あ、入りますよ。それでも入ります。狭いけどこれがすごいんだ。ああ、そういうことか。ビュー、ああ、これはもうショルダープレスいらんの。すごい、これが刀です。こんなばっか、こんなばっかり、これがもあって、はい、これがあと10台増えるんで、これも円細胞、これも円細胞、これ背中です、もうこれはぜひやってほしいです。スーパーラップだ、これちょっと教えていただいて、どうやるの、つけていただいた方がワンハンドずつなんや、これは。あ、そうなんですよ。まあ、僕はツーハンドでやってるんですけど、はい、軌道がもうこれなん で、うん、でプラスここにプレートがつくことによって、わけわからんところにプレートついてるでしょ、初期設定。これでストレッチの時にオーバーストレッチした時に負荷抜けないんですよ。あ、そうなんや、はい、ここいつがここにつくことによって、これあるのとないの、最後は抜けへんってこと、全然違うんで、手猫ちゃんみたいに引っ掛けていただいて、で握らんと、そうです、でガチン座らずにちょっとだけ後ろ目に、でさっきと一緒で内転筋として、しっかり全部締めろと。そうす、で内股の方がいいね、この軌道なんで、ちょっと前にこう乗るような感じで、はいはい、引っ張ってもらって肩甲骨回転して、はい、ダブルバイですね、あ、ダブルバイしてるような、はい、肩甲骨広がってる状態のままメチーン引っ張ってください。どんな角度でこれ入ってるの、メチーン怖いです、やばいね、あー、ちぎれる、後輩筋はめり込んでる感じやね、これほんま、でちょうど肩甲骨が上がる手前で止まってるっていう、そうチューニングみたいなイメージ、yeah. うわこれもつるわ、これも外転したのを引っ張ってみて、キュッ、そう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 、キュッ、でストレッチの時にそうです、もっと前にオーバーでいって抜けない、それこれ抜けないんで、この子この子そこまでいって抜けないんで、ああすごいわこれ、肘締めたままですね、こっち向きですね、そうですダブルバイになる、そうそうそう、このままストレッチです。そう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 。ギャーッ。うわ、これすごいわ。いたたたた。なんかグラタがついてないけど、水抜けてんのか、俺。で、オーバーでやっても、はいはい、今の軌道です。そう、はい、要は締めて。そうです。ほんなら、オーバーでやるのなのでやると、肘の位置が変わってくるんで、効くところがかかってます。これも猫で。ね、あ、猫ちゃんです。そういうことか。で、ちょっと肘。そうです。ダブルバイです。ああ、これがダブルバイなのね。で、ギャーッ。でもこう抜け、勝手にこれ抜けないんで、肩甲骨下がる。こうやって抜けない。オーバーストレッチっても抜けないんで、こっちに引っ張られてる。ほんまや。あ、上に引っ張られる、横に引っ張られるから。はい。うわ、これは。うわ、何この軌道。ないでしょ。ないです。これはすごいわ。普通だってこういう系やもんね。あ、そうです、そういう系、普通こっちもいけるところ、これあかんかでもいけますよ、もちろん、あ、こういうことか、あ、これ
これはないわ、これはすごいわ、握り手も、はい、どんだけハンドルついてんねんっていうね、すごいな、これなんでもできます。いや、これ1台でストレッチ系のラットは全部できます。もうここでやったらもうマシンだけでいける、いけるっすよ、フリーいらない、怪我しないです、怪我しない、革命やね、これ革命ですよ、マシンのトレーニングのちょっと理屈が変わりさえ、はい、だから僕ほんまにほんまにこれがマシンなんですよ、なんて言ったらいいんですかね、はいはいはい、フリーウェイトで抜けるところがマシンやったら抜けない、あ、そうだよ、さらにそれが本来のマシンなんですけど、エンサイのはフリーよりエグいダメージを送ってくれるというか、収縮の奥がちょっとちゃうね、はいはい、もうレベルちゃう乗り方するんで、もうほんまにこれがマシンなんですよ、すごいね、すごいです、だからこの感覚で外国人はトレーニングしてるんですね、ハンマーとかのってね絶対無理よ、骨長いんで我々にはなかなか難しいんで、だからアジア人用にこうやってフレームちっちゃくしたり狭くしたりとか、さっきのペックのマシンみたいに軸の位置を近づけてくるとか、そういうことをして調整して日本人でも引きゃ引く、合わせる必要ないんで、はいはい、これね、何やろ、まあ、これがマシンって今ハンスって言ったけど、確かにちょっとここのマシンは他の自分のマシンと違うわ、ほんまに補正とか抜きで違う、これ日本人やからあんかな、俺らの骨格やから、だからめちゃくちゃ背でかい人とかやったらもしかしたらあれなのかもしれないですけど、ただ調節できる位置が、ね、めちゃくちゃ多いんですよ、はいはいはい、あのケーブルクロスオーバーの穴の位置とか見てもらったら分かる通り、どんだけ穴あんねんって、そう、これどんだけ穴あんねんってさっきも思ってて思った見てこの穴の、はい、そんないらんやろ、えもうこんな1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 どこ、これ逆にどうやって合わせるの、これこの、いや、そうなんですよ、そうなんですよ、これパーサイのトレーナーの中瀬やね、逆にね、どっちみたいな、どっちみたいな、どっちみたいな、あんねん、これほんまに細かい調整ができるんで、はい、こういうのが全部でできるんです、エクステンション、レッグから見てもらったら分かるとおり全部同じこれなんで、はいはい、めちゃくちゃ細かい調整できるんです、だから女性でも男性でもできますし、大きい人もある程度全然入るんで、しかもこれ懸垂のマシンもこれ見て、あ、そうですよ、なんかめちゃくちゃやりやすいです、めちゃくちゃ何でもできるよ、懸垂してみてください、もうグリップの違いでもう握りやすいんで、めっちゃ握りやすい、これパラレルもできて、レンダーもできて、はい、こんな広げる人いる、できるんか、あっちにもついてるんで、そう、すごいな、これもなくてできますか、うまい、どんだけ出んねん、魚雷かな思うぐらいバーってるんで、すごいわ、しかもこれこんなもできんねや、そうです、アンダーグリップ、二頭の腱に負担のないアンダーグリップの角度です、うわ、直樹さんタイプはあのストレートでアンダー握っちゃうと、うんうん、前腕入ってきたりとか作用しやすくなっちゃうんで、こっちの方がいいね、こっちの方が逆ハの字型なんで、マグと同じ角度ですよね、うん、こんなんないもん、はい、こんな角度の懸垂になろう、え、このジムは24時間、24時間です、はい、ぜひこれでプロ目指せるわ、いや、ほんまなんですよ、ここでも無理やったら無理やわ、いや、ほんま僕もそう思って、今回の2月の AWJ で僕負けたからジムやろうって言って、あ、そうなんや、そう、もうほんまに負けて、はいはいはい、もうくやっそー思って帰り、負けたでって、それはまあ、まあ一応坂部さんが決めたんで、負けは負けないんじゃないですか、まあまあまあ、で、帰りの車の中で勝率をもうジムやろうかあ、そうなんや、そうなんですよ、ほんでもう先にマシン発注して物件決めて、早かったもんな、めっちゃ早かったっすよ、だからほんまに3月っす、はい、3月ジムやろうかで、今もう6月にはできてる、ちょうど一緒の時期で話してて、そうですそうです、うん、ちょっと食べて申し訳ないけど、お腹減りすぎてて、で、あのまさかそのパラスタージムとかやったらさ、はいはい、まださ、そんな段取りもさ、はい、ちゃちゃっていけるから、はい、それでも結構これかかったけど、関西これ結構でかいジムやから、はい、50坪ですからね、早かったな、早かったですよね、もうみんなにめちゃくちゃなお願いしてるんで、工事も1ヶ月以内に終わらせてもらってますし、うん、ホームページもやったり何やしたりとか、ほんまにいろんな方全部できたもん、あ、全部できました、一通り、すごいね、俺ホームページできたんやけど、やっぱりそのパーソナルと違ってこういうジムは、はい、いいね、やっぱりそのそうですよね、自分僕ほんまに作った理由がなんで円彩をかって言ったら、もう僕が自分が勝ちたかっただけなんで、あ、プロになりたい人間が勝ちたい、ガチ勢が勝ちたいジムって、うん、一般の人で言っても僕らが教えるんで最短距離絶対通れるじゃないですか、まあ、だから一般層からアスリートまで、もうプロアスリートまでもう全ジャンル指導できるんで、うん、もうだからやるならここでカンスがおるの、基本的にいますよ、カンスがここにいると、筋肉獣はビッグバンに、はい、
こでプロを目指すと。はい。俺も目指します。はい。まあどんだけ来れるかわかんないけど、24時間だけどいいよね。24時間いいですよね。24時間使えるし、まあガチ勢って言ってもそのガチ勢がまあもしかしたらメインで来るかもしれんけど、はい、初心者の人も全然全く問題ないです。初心者の人もガチ勢の方もそうですけど、マシンの使い方僕が全部説明するので、うん、大丈夫です。多分これ一瞬で入ると思うで、マシ初心者の人で何も分かってないけども、あ入ったみたいな、はい、あ開けた入ったなんで。逆に羨ましいけどね、俺がもし初心者やった時を。ですよね、ですよね。だから結局これもう、まあ、自分もパーソナルトレーナーとしてそのやってるから、やっぱり、ね、その初心者の時っていうなんか自分でなんか来るの恥ずかしいとか、はいはいはい、でかい人がいるから恥ずかしいとか、別にそんなの気にしなくていいと思うんですよ、うん、だってむしろ初心者こそ来てほしい。いやそうですよ、来てほしいよね、はい、普通にもう最短距離を一緒に目指しましょうということです。そう、そこでかくなる、ムキムキの間方もやっぱムキムキのとこ来るのが、そうです、そうです、うん、あんま初心者とは関係ないです、はい、でももうそれなりのノウハウがねあるんで、ね、ただここ釣るから体、はい、体釣ります、うん、だから塩分とかしっかり持って、水も持って、はい、釣るぐらい収縮入るし、水とかなんか水はウォータークララウォータークララがあるらしいんで、はい、ウォータークララ、それは飲み放題。飲み放題です。で、なんかプランとかそうなのはなんか。プランは月会費が9000円ですね、男性。おう、はい、はい、はい。で、女性が7000円。おう、まあ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 って感じです。まあまあ、そのマシンのね。そうです。そのはい、はい。で、学生も7000円ですね。へぇ、はい。学生って何歳？18歳。大学生までですね。はい。すごいね。でこれオープンが4月の5日ですね。はい。で、そうです。入会金が5500円になってますけども、うんうん、7月15までかに入っていただくと、7月分の月会費無料。8月半額、9月半額です。すごいやん。でしょ？ということは男が入れば、男とか男性が入れば、はい、もう男とかって俺なんか嫁に今怒られたから、男性が入れば、はい、ま、要は5000、5000、5000。7月無料なんで、9000の半額ですね。9000の半額が2ヶ月分、89かかるだけです。入会金手数料無料です。ってことはもう9000で3ヶ月入れるってことですか？そうそうそう、使います、使います。次3000やで、はい、これ。やばないですか？これ、やばいな、3000。やっちゃえ。せっかくいいものを作ったんで、まあ、とりあえず来てほしいよね、一回。とりあえず来てほしいです。あのね、ほんまに体感してほしいです、このレベルの違いを。来て、ほんまに触らな。わからんねん。何でもそうなんです。だって服だって試着するでしょ、うん、それと一緒です。はいはい、はい、わけわからん、ネットで XL 買ったほうがピッチピチの時あるじゃないですか。あ、まあ、あるあるある。ぜひ試着しに来てください。はいはい、またかっこいい表現。ここは試着しに来てください。ビジターとかやるの？ビジターもちろんやりますよ。ビジター2000円です。安っ。はい、安い。ビジター2000円は安い。はい、ビジターなるくらいだ。ビジターからの多分会員なるな。そうですよね、うん、僕ほんまにガチ勢ですけど、ガチ勢やったら僕ほんまに大阪にこれマシンあんねやったら1時間かけてでも行きますもん。だって僕そのために月に1回2回埼玉まで行ってるじゃないですか。行ってる行ってるでしょ。それがここが、そうです、あのマシンを求めて埼玉にあるから僕は埼玉まで通ってるんです、大阪から。月1回埼玉にこのマシンのために通う。はい、もうまさにやばい、はい、このマシンと鈴木社長のね、うん、やっぱり指導能力あれがあると思う。その意思を受け継いでるわけ。そうですね、はい、僕は鈴木社長みたいなもんや。いや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 、もうもうレベル違いすぎて、もうもうほんまにほんまにほんまに、カンスケのレベルが、え、こことしたら鈴木社長、鈴木社長スライドぐらいいけるよ。いや、ほんまここそんなレベル違う。いや、ほんまにほんまに鈴木社長がもうグロリーやったら僕、チャオズぐらいっすよ。チャオズぐらいね。さよなら天さんぐらいっすよ。全然違うな。バカンは爆発してますわ。全然違うな。ほんま、背中バーンだけついてバーン爆発してますよ。ほんま、そんぐらいのレベルです。全然違うな。全然違います。エグいな。レベルが違います、あの人は。本当に違います。まあ、けど、そう、でも鈴木社長とも長い付き合いやったし、そうですね。やっぱりずっと、ね、はい、指導されてるから、そうですよ。だからもう僕の遺伝子はもう鈴木社長の遺伝子が入ってるんで、まあ、もうだからこのマシンじゃないと僕はジムやりたくなかったんですよ、正直。逆にね。ジムやれへんかって何回か言われたんですけど、まあ、そうそう、このマシンじゃないと僕は、いやっていう、僕のエゴがあったんで、うん、やっとできてよかったです、本当に。もう要はもう自分を最強にするジムで、かつ、はい、それが一番初心者から皆さんにの最短距離になるってことを、はい、まあずっと、モディビルに命かけてきた人間やから、はい、うん、間違いない。でもね、こうちょっとたまには使わせてもらって、うん、パーソンできる、ここでパーソンできる、カズケ、カズケ言うて。でここはね、そのほんまにそのむしろパーソナルいらずでも入ると思う、うんうん、
正直ねえ、ほんまマシンがパーソナルトレーナーほんまにレベチやから、このマシンはだから使い方のパーソナルを逆にそうですねなんか一人一人やったらすごい、トイレもあるし、はい、トイレもあるわ、トイレもあるし、はあります、あるわ、はい、シャワーもしっかり、何段もシャワーめちゃくちゃあるんじゃん、あシャワーは似合いなんですよ、はいではいはい、更衣室とあと女性には嬉しいパウダールーム、へえ、そんなんもあるんや、はい、そんなん、まあ、多分女性会員少ないんですけどいやいやいや、でこれはどうだっけ、これはもう、あこれあのバルコニーですね、バルコニーになるんや、はい、でも思ったより広かったわ、あ本当ですか、うんうん、テンションもできる、はい、そうなんですよ、一番でかいわ、結婚したのかな、いやほんまにね、マシンと結婚しました、マシンと結婚した、俺は何の時これを見てほしいやばいっすよね、これは渋い、これよ、まあ、この二人が多分行くので、行くのってジムあるの、他に行くのジムありますかね、あんまないよな、ないっすね、だからもうカンスケの地元やもんな、結局そうです、もうゴリゴリの地元なんで、そうなんですよ、それが羨ましいやん、行くのの住人みんなムキムキにしたのかなまあまあ、やっぱり韓国の地に入ってから基本ムキムキやと思うけど、みんな力強いですよね、やっぱ韓国人多いんで、すごい、じゃあここはもう24時間やし、はい、まあ正直スタッフはおらんくても、ジビジター利用何時から何時か、ビジター利用は、11時から21時まで、ああ11時から21時まで、はい、スタッフアワーが11時から21時、はいはいはい、でパーサーとかの受付は関助の方に、あそうです、ここで受付する感じ、あそうです、僕にあの今まで通りインスタの DM とかで、はいはいはい、いただいて、もう僕のパーソナルの場合は12時半からやれって言われたら夜中12時半から来ますし朝6時からやってくれって言ったら朝6時から行きます、この辺で住んでるし、あのそうです、もう家もそこも5分なんで、5分ないや、電動自転車ぶわこいでもすぐやね、はい、素晴らしい、ピンポイント入れるね、ほんまに結構その場所もいいし、はい、分かりやすいとこやから、そうですよね、で内観沿いで目立つんで、うん、はい、まあ、これ以上目立ったらどうしようかなと思ってますけど、はい、まあしっかりと本気で体変えたい人とか、それはいや本当に、はい、ぜひぜひ、これ何人前とかあるのかな、例えば1000人来たとかやったら、1000人来たらもう2号店出しますよ、これ出さなあかんないやもう500来たら2号店出しますよ、そやな、そのレベルやな、50なんでもう次は100坪で考えてます、あもう逆にでかい、はい、まあ、そうは、はい、そりゃそやな、はい、そんなやで、もうちょっとしたらねフランチャイズとかそっち系もやっていって、はい、僕最終はほんまに韓国に出したいんですよ、逆輸入させたろうと思って、こっちのこういう韓国スタイルのジムを日本人がやって、はいはい、韓国に出すっていう、ね、あ逆にね、逆輸入なんで、これ成功したら面白いな、面白いね、韓国に帰ったら終わりと、はい、韓国がこれを日本が作ったやつを見て輸入した終わり、すごい、今日ライトとかこれまた一回取っとく、あライトを変えましょうか、はい、せっかくやからそれが一番のこの売りというか、ね、マシーンも売りやけど、今もめっちゃいいです、映りが、はい、めっちゃいいです、すごいやんこれ、わかるか、うわすエロいすごいっすね、オシャンはここだけですそんなそんなあ、行くのディスってるからちゃんとアルコールもあるし、はい、ちゃんとね、このコロナ禍なんでね、うん、はい、いいやん、まあ、こんな感じで今日はお邪魔しました、はい、まあ何分尺、今45分です、あ、いくらやな、ちょうどいくらやな、はい、カンスケのトレーニングの半分ぐらいが大丈夫、まあ、このくらいでさっきのさ、分からんやん、みんな、なんかみんなこう、はい、そうですね、見てほしいやん、これで見てくれて、なんかもう、多分ある程度説明できたんちゃうかな、そうですね、なんか言いたいこととか、はい、訴えたいことがあれば、はい、もう訴えたいことは今の動画で僕は全部言ったんで、うん、もうマシンにもこだわってるし、使いやすさにもこだわってるし、電子レンジも置いてるし、冷蔵庫も置いてるし、もうムキムキとか、体変えたい人のために、作ったジム、いや自分のために作ったジムなんで、それをみんなでシェアして、みんなで最強の体作りませんかっていうジムのコンセプトなんで、はい、
もうよかったら本当に皆さん一度ぜひ遊びに来てください。まあ、誰よりもね、やっぱボディービルが好きな、愛してる人やからね。めちゃくちゃ好きですね。だからそれがね、やっぱ持ちは持ちある人で、好きな人が作ったもんや。いや、そうっす。そうだ、好きのレベルがちゃうね。俺筋トレは好きやけど、ボディービルはって言ったら多分負けるし、うんうん、筋トレはみんな好きやん。筋トレというかトレーニングは、はい。はい、トレーニング好きですね。けどね、ボディービルっていうのはね、トレーニングだけじゃないから。その飯もそうだし、365日ボディービルダーじゃないですか。そう、365日24時間ほぼボディービルダーやから。だってエクステンションしてる夢見ますからね。病気やもんね。やっぱそういう人間が作ったジムがね、多分一番ホットやと思う。この体変えるべきなところは。飯食える、ここのジムで。飯食えますよ。すごいね。はい、どこで飯食うの？どこで飯食うの？あっちで食えるようになってるんですけど、あ、ここにテーブル置こうかなと思ってます。はい、電子レンジに置いて。で、今、これからなんですけど、はいはいはい。それもね、サンプル？あ、これサンプルや。マッスルジャンキーって。これ前も僕の多分、これでも、あ、そうですね。説明書も、ここが、これも販売するの？これもちろん販売します。はい。で、肘のサポーター、膝のサポーター、手首、サポーターももちろん買えますし、マッスルジャンキー弁当も販売するんで、そしたら、今日弁当忘れたって言ったら、弁当。あの胸肉の弁当。胸肉弁当食べれるんで、カレーとハヤシライスと普通の胸肉弁当食べれるんで、はい、で、レンジもあるんで、はい、で、プラス、お茶もありますし、凍ってるお茶もあります。入れるからこれ。はい。で、そういうのもできますし。うん、まあ、NWN にもそのマッスルジャンキーのあれ置いてるやんか。ほんでその弁当もなんか提携してもらえるみたいなんで、まあ今後もなんかコラボ関係とか、うん、できたらいいなと思ってるんで、トレーニングまたみんな見たいって言ってるから、うん、ここで、まあ、インサーのマシーンも使ってまた前何やったっけ、胸前肩っす、肩か、肩やったから、まあ、胸とか背中とか腕もやっていけたらいいなっていうような、あれからすごいパーソナルが出ました。あ、そうなんや、はい、よかったよかった、ありがとうございます。俺らもだって良かったもんな、はい、またじゃあこれで飛ばして関西のパーさんまた増えたらいいやつか、はい、ありがとうございます。もうね、あんまり増えすぎたら締め切っちゃうんで、皆さんお早めに、まあ、みんな、あのけど忙しい方がいいから、分からんからだ、聞きに行った方が、はい、そうね、手っ取り早いから、もうこのジム来たらいいから、とりあえず。そうですね、こんにちは、こんにちは、ちょっとうさんくさい2人がおるけど、はい、中身は本物だと思う。中身が本物だったらやばいな。そのうさんくさいと思ってきた本物だったらやばいシーズン。まあけど、ほんまにボディービルが好きな人が作ったジムやからいいんじゃないですか。はい、これからもじゃあお世話になります。はい、どうしたら、ありがとうございました。大阪の金木。え？じゃあ、じゃあ終わります、ここで。